はい、こんにちは、ヨシグレレヨッシーです。今日はカンパネラ効果、カンパネラ奏法というんですかね、についてちょっとお話をしてみたいと思います。例えば、ラとファの和音、このラとファですね、1弦の開放と2弦の1フレットの和音があるとします。はい、そしてラとソの和音ですね、そしてラとラの和音、ラが2つ重なった、まあ、和音ではないんですけども、こういった効果、ピアノでは絶対不可能なんですけどね、こういう弦楽器の特徴で同じ音が違う弦で出せるというところ、これはラとラです。1弦の開放弦と2弦の5フレット、チューニングの時のあれですね。そして2弦のフレットがこれより上がると、これは C のフラットとラです。 C のフラットというのはもう1弦の1フレットで、ラは2弦の5フレットになるので、まあ通常はこういうふうに押さえるわけなんですが、ここであえて1弦の開放弦を使っていこうという、ここで、カンパネラということになるんですね。まあ、大枠で言えばこの同一弦、同一音になった時点で、同一音になった時点でここからカンパネラが始まると、要するに定義的にはどういったらいいのかと言いますと、低音弦で、高音弦よりも高い音が出た時にカンパネラっていう、まあ、これがディフィニションですね。で、まあ、今同時に弾きましたが、交互に弾くと、こういった形になりますね。ちょっとカエルの歌っていうのを弾いてみますとね、ここでカンパネラになります。こういった、面白い効果が出るわけですね。他にね、例えばキラキラ星などは、こういったことができますね。はい、あるいはね、こういったバッハの曲なども、ウクレレではあまり演奏しませんが、あるですね、1弦を開放、2弦も開放に、やるとカンパネラを狙うという、こういう効果ですね。3弦と2弦が同じ音ですから、カンパネラですね。ここから上にね、こういくとカンパネラというふうになります。はい、また皆さんも研究してみてください。それではまた、バイバイ。